タイミング的にはちょっといけそうな感じでしたもんね。そうですね、あのこれ、まあ、今のね、はい、本当にワンポイントだけ言うと、はい、実はサードがベースに入るのちょっと遅れてるんですよ。そうなんですか、はい、まずボールを取りに行ったので、はいはい、その分遅れて、大谷が投げようとした時に、はい、サードがまだ動いていたんですね、はい、だから投げられなかったということですよね、はい、さあ今日スタメンの山崎です。インコースからのスライダーのけぞりましたがストライク。これ一回そうですね、行った方がいいですね、はい、明らかなサイン違いでしたからね。あ、なるほど、よく取りましたよ。ですから鶴岡、そうですよね、はい、まああれ、あの変化球のサインでまっすぐじゃなくて逆に良かったですか。もう本当にそう、それだけがね救いでしたね、はい、今こうやって鶴岡が来てね、大谷がやはりちょっとした笑顔で答えてるわけですよね、はい、やっぱり余裕があるんですよ、はい、この取り方、またそれがストライクに入っているという。だからこれは大谷にとってはね、どうでしょう、運があったと思った方がいいんじゃないでしょうかね。なるほど、内野は前進、うわっとデッドボールか、左の二の腕あたりか。わあ、これは山崎選手びっくりしたでしょう。ストレートが抜けてきました、まあ、大丈夫というふうにトレーナー返そうとしましたが、うん、不運なヒットが2本。クラークが打ち取った後デッドボール満塁、アウトコース狙ったんですけど、これはとんでもなく抜けちゃいました ね。今日初めてですね、それも今握りを見ていると完全なストレートなので、はい、どうでしょうね、やはりさすがに力みましたかね。あ、ピンチですもんね、はい、デッドボールを与えてしまいました。